えー、こんにちは林志勝です、えー、令和5年ですね、えー、35%目覚めに向けて皆さんと一緒に歩んでまいりたいと思います、えー、ところでですね、えー、去年ですねニューワールド・オーダーのー元祖、ね、ニューワールド・オーダーのー作った立役者として、えー、エドワード・マンデルハウス大佐を紹介いたしました。 えー、まあハウス大佐が書いた本がこれですね。えー、これの翻訳解説本を私は去年、えー、は発売させていただきまして、えー、皆さんにもお読みいただいております。ありがとうございます。このハウス大佐というのはですね、それまでは日本ではあまり知られてなかったと思いますし、皆さんの中でも知らないご存知ない方がたくさんいらっしゃったかと思いますが、実は戦中あれ戦前の日本のお中枢部の人間にとっては。 ああ当然、えー、大きな存在だったんですねそしてニューワールドオーダーのど真ん中にいるロシア移ドの代理人のハウス大佐の動向彼の考え方をやはり多くの日本の政財界の人間としておもんぱかっていたという事実がございますで。当時の戦前の日本の新聞でも大きな出来事の要所,要所に時々ですね 日本の新聞は当時きちっとあの取材してましたねハウス大佐の動向とハウス大佐のこういうコメントがあったというのような記事もねところどころに時々見受けることができるんですねその「ハウス大佐」ですが戦後は歴史から消されてますね日本人誰も知らないねそしてこの,この著書も消されてますねこれはあのアメリカでもいわゆる世から消されてるわけですけどその「ハウス大佐」実は日本の要人の中のの 戦後日本を作ったと言われる吉田茂ですねあるいは戦前新英派と言われてね中英大使とか外務次官もやりましたさらに小値踏まろと組んでですね小値上層文なんかも書きましてで終戦間際,間際から白洲次郎古文にですね戦後日本 GHQ の下で、えー、吉田内閣を作りですね、えー、戦争の後始末と戦後日本づくり、えー、復興ですね えー、そして、えー、日本国憲法もっと言うと東京裁判士官ためですねを担ったこの吉田茂なんですけども対談でもちょっとは話しましたがこの吉田茂がこのあの太平洋戦争彼は太平洋戦争と呼んでますね太平洋戦争の総括と GHQ 占領体制そして戦後日本この歴史を彼が担った歴史を総括した回顧録を出してるんですね「回想10年」。 大変重い回顧録です、全4巻、昭和32年に発売してます、吉田茂町、えー。ここに、えー、お,お持ちしましたね、えー、これが第1巻ですね、えー、めくってみますと、これが中火吉ですね、改装10年、吉田茂となってますね、そして、えー、吉田茂氏の写真が、えー、掲載されております。はい、このですね 回想10年というのは、以降ですね戦後いろんな論者とかあるいは著者とかあるいは研究者ですねあるいはドラマーとか映画もあるかもしれませんねそれの諸々のネタ本になってるんですね。でこの「回想10年」に沿って書けばですね、まあ、間違い間違いがないだろうというような位置づけになってますね。 で一言で言うとおあれですね、えー、まあ,あの石田茂のものの見方とかその彼の奇跡とかですね、えー、に沿って、えー、非常に参考にはなるんですがそして反響という軸が通りですね、えー、GHQ の温情的な政策の下で、えー、日本があいかにねうまく復興できたかということをたどれるんですが一言で言うと。 おそらく一番の目的がそこにあったのではないかと思われるのが東京裁判史観のガサメですねこれ,これを読めばいかにあの彼は太平洋戦争と呼んでいますがいかに大東亜戦争が邪悪であったかと,ということが深く深く認識されるんですねすっと自然にね大東亜戦争というのがいかに悪であったかということは認識される本になっているんですね えー、まさにニューワールドオーダーの一つの日本における教本になっていると言えるわけなんですけどもこの「改装10年」ですね「大著改装10年」の第一巻第一章がなんとハウス大佐の中元って言うんですね吉田茂の「改装10年」の始まりは「ハウス大佐」から始まるんですね「ハウス大佐」の中元ハウス大佐」という人ということでちょっと皆さんと見てみますとこれが最初の「第一巻大章」の出だしですね。 とということなんですね。そして吉田茂がですね外務次官の後、とイタリア大使と英国大使の間だったと思いますが昭和7年にハウス大佐を訪問するんですね。で当時の吉田茂にとってハウス大佐もハウスエドワード・マンドルハウスは雲のの上の人です、ねで。岐阜で元老の牧野氏から紹介仲介を頂い,いたと思いますがハウス大佐を訪問しですねそこでハウス大佐からあ 指導を受けるんですで外交的センスが大事だと外交的センスを失った国民国家は凋落するとこれが大事だよとこれが最初なんですねこの「改装10年」のねこのコンセプトが多分その吉田茂の政治生活以降の外交政治生活、えー、国づくりそしてこの改装10年の一番の柱一丁目一番地になるんですねそれをハウス・サイサーが述べてるんですね。それから 昭和7年の段階でハウス大佐は吉田茂それからこの2年後に訪米した近衛文雄ですね貴族院議長の近衛文雄この2人に特に吉田茂に「日本よ」と「第二のドイツ軍国になるな」っていう上演してるんですね。でこれに対してハウス失礼吉田茂は改装10年の中で日本はハウス大佐の教えを守らずに無謀な戦争に走ってしまったっていう書き方をしてるんですね。 でこれはあのしかしながらドイツを戦争に追い込んだのもハウスですからね前にありましたねで日本を戦争に追い込んだのもそれはグローバリズム勢力でありその真ん中にいたのはハウスですからねこれはまあ多分アリバイ作りでしょうねこのハウスのアリバイをこの「改装10年」の冒頭に持ってきている吉田シェルということですねこれが一番まず目を引きましたね。 それからやっぱりっていうことですが第1課の第6章では昭和29年に日本の総理大臣としてね戦後の総理大臣と初めて50何日間も吉田茂総理が外遊してるんですねヨーロッパ各国とアメリカに行ってるんですがアメリカ合衆国に到着してすぐにまず真っ先にロクフェラー邸に訪問してるっていうことが書いてありますね。 そしてこのロックフェラー邸で日本の総理が戦後ロックフェラー3世からああビッグバンクですね、えー、国際的世界的な要するにグローバリズムバンクの幹部の紹介を受けてで以降日本の,その復興成長のための資金をそこから融通してもらったというそ,のそういう経緯をたどるんですけども。 とにかく吉田茂はまずロックフラー邸を訪問して、そしてロックフラー三世にずいぶん面倒を見てもらって、日本の総理がウォール街の金融の面々を彼から紹介してもらったということが書かれてるんですね。これもあのやっぱりというかね大きいですね。そして第四巻ではですね、こういう位置づけの改宗十年を日本で四巻全部出揃う前にですね、この昭和三十二年の段階で。 彼はチャーチルとかダレスとかアイゼンハワーとかマッカーサーに送ってるんですね。そして、えー、お礼状をもらってるんですその礼状が第4巻の冒頭に出てますね。見えますかね？ね。これチャーチル等のお礼状をこう書いてあるわけですけど、まあ結局まあこういうことでしょうね。海戦10年を書いて、彼、えー、彼のいう太平洋戦争第二次世界大戦大東亜戦争をこう位置づけましたと。 で占領体制とか戦後日本というものをこう位置づけましたと確認してくださいということではないかと思いますね。でお礼状はまあねあ,のいいありがたいものをいた,だいたっていうその,、まあ、このあ,りありきてるようなお礼状ですけど、まあ、確認状を回収してるわけですねそれが第4巻の冒頭にこう写真で掲げられてるっていうのは、えーまあ、ひとそうですね何ていうか非常に、まあ、丁寧でね えー、ありがたいありがたくも思うんですけども、ね、こ,こ,こ,ここに滅ぼされた国ですからねでここ,こ,こ,こ彼に、まあ、あの非常に温情的な占領だったということですけど GHQ 彼に日本は占領されてたわけでね、えーでまあ、その時の日本の責任者ですからね回想10年こういうふうに日本に知らしめましたと。 確認してくださいといとうのは昭和32年ですねで全体を通じてですね、えー、全体を通じてこういうことですね「反響なるも」さっきもさっきも言いましたけど東京裁判史かニューワールドオーダーのプロパガンダ書でありますね。で一説だけ長くならないように一説だけちょっと読んでみますが第4巻ですねここに短く書いてあるところだけちょっと皆さんにご紹介しますね。明治の申請に際して 岩倉大久保貴族、ね、を欧米視察の都に上らしめ広く海外の情勢を研究し百般の国策立案に新しめたと当時名もなき一島国であった日本が次来半世紀をいでずして日清日露の両戦役を経て第一次世界大戦の後には 五大国の中に入り国際連盟の五つの理事国の中に椅子を占めるに至ったことは当時すでに世界の脅威であったしかしながらその後軍部を主力とする指導勢力が軍部を主力とする指導勢力が「国運の交流に心をおごり心をおごり」ねルーズベルトがし締めつけたんじゃなくてね「外交の進路に周到の資料を書き資料を書き」。 資料を書いて無謀にもですよねね、ここに秋丸期間出てこないですね大、えー、戦に突入して参拝し参拝し先人の偉業を滅却し去り,しさり、ね、先人の偉業を滅却し去り国民挙げて呆然いずれの日か赤日の星雲を取り返しうべきかのめども立たぬありさまであったが次来十年云々ぬんかんぬんでこの快走十年なんですね。 ということに100%尽きておりましてですね、えー、まあいろんな教科書もそうですけど「玉坂回想10年」読んだ戦後の日本人も今の通りね、えー、認識するしねこのストーリーが何十回何百回何千回何万回日本で上書き上書きっていうか繰り返されてるわけですね。ということがあ分かるということだけでも回想10年はあ参考になるかもしれませんのでえー ご覧いただければ時間がありましたらご覧いただければと思いますありがとうございました